コンシャスって言われるんですけど、最近ブログで弱語のことを最近書かれてて、弱語っていうのがよく本当によく分かんなかったんですけど、弱語っていうのは、今出てきた法理とか修士に合ったものを見せている、そういうことです、そういうことです、そういうことです。だから味わいだから、禅の境地、すなわちお釈迦さんの悟りの境地というのを言葉で表されない。だけどこれは金蘭老太子が最後の提唱の時に言われたけど、シーカはそれを歌えるんだ、言葉なんだよ、シーカ。だけど行間で歌ってるんだ、それをその歌ってる歌い人はその禅の境地でなくてもええんです。それをこちらが、あ、これはこういうふうにこの禅のこの公案の境地を歌ってるなというふうにね、見る、それで持ってくる、こうなるわけ。ねえ、まあね、似たようなやつがね、こうちょっとでもこう、マセンラン流に言うと、ちょっと香りがするなっつって言ったらね、正式に伝統的にね、こういう弱をみんな置かれてるっつっていうのをこちらが示す。それでね、そこでまたしっかりね、三昧になってね、それを味わうとね、その公案っていうものが本当しっとりとね、噛み締められる。でね、上に行けば行くほどね、公案っていうものはね、ものすごくウェイトが大きくなる。法官老子の室内は本当に権議よりも弱語の方が重んじられているような感じもありますよね。まあだから、場所によるよ、ほとんどずっと前の方はね、もう教えてるよ。だからこちらがあんまりこうピンときてないけどっていうような速でも、その弱語をずっと見てるうちに、そうそう、あ、こういうことかっていうのがだんだんその後分かってきたりしますから。弱語でもってね、その公案の位置づけというかね、意味合いというのが分かれるところはある。五家総連なんかでもそうなんだ、あんなもん元気だけど全然分かんない。そうですよあ、そうかと、こういう境地を歌ってんのか、それも示されてね、初めて分かるわけ。まあ小峠でさえより弱漢詩とかね、弱語、特に詩家が人間形成をこう全うされた人 の作られた言葉とか取り上げられた文言よのあれ、その人 の境地をね、味わえるわけで面白いと思います。じゃあ法光安老師、今日はどうも長い時間ありがとうございました。